さあ、3番のモータイムで入って、バイナさん、編集さんから回ってくる。さあ、そしてスタートは35番となります。ディフェンディングチャンピオン、そして開幕戦、スコアも制しました。さあ、こちら、モテギはホームコースと言ってもいいと思います。山野哲也選手がスタートをしてきました。FD12 で124がスタートになります。さあ、まずは最終段から戻ってきて、34番、稲城選手、コールチェッカー、タイム1分34秒666、1分34秒666は現在のクラス5番手タイムとなっております。さあ、そしてコース上は山野哲也、さあ、この走り込んでいる、さあ、バトルに入ってきた、非常に高い高台の狭いラインを攻めてまいりました、山野哲也。さあ、この茂木みなみはほぼホームコース。ドライビングレッスンとかつコースを開催しているコースでありますが、さあ、おそらく今日のゲラインの坂にもその山野選手のハンドリングクラブ参加されている方もたくさんおられるかと思いますが、さあ、その山野選手、中間入ってきた、中間が58秒334、中間が58秒334、さあ、